ウィーズ系入部ですか。採点やってるよ。ダメすぎ先生。問題、この au ペイか。そう、 au ペイにチャージするだけでポッドポイントが貯まる。それはお得か損か。待って、この問題三択と見た。めっちゃお得か。めっちゃお得。答えはごっつーお得。四択か。ポンタポイント貯めるなら au ペイカード、今ならごっつーお得。入部ですか。もちろん。ですか。この席地最近やってるよ。あ、食べ過ぎ先生。ありがとう。嬉しいです。あ、そう、こうです。 こっちはまだ嬉しい。あ、嬉しいです。ブブー、はい、カット。よろしくお願いします。卓球部です。クイズじゃないです。あ、クイズじゃない。早押しじゃないです。すいません、これはもう分けてなかったです。終わってます。卓球、卓球。僕卓球部でした。大会には出てはいなかったです。誘ってはもらいましたけど、顧問に。でも明らかに弱かったんで、大会で出て負けに行くのは嫌だなと思って、もうだったら負けないのであれば出ていかないっていうので参加しなかったです。私は高校生の時ダンス部に入っていたので、ダンス部行きつつ部活がない日はアルバイト行ってましたね。私は高校生の時に演劇部に入ってました。僕はバスケ部、中学の時に、まあ、幽霊部員で。あんまり参加をしてなかった。そうですね、もうこのお仕事してたので、まあでも背が大きかったんで、試合だけはとりあえず出さされて、とりあえず立ってましたけど。じゃあ上手、お上手だったんですか。いや全然全然、もうあの本当に立ってるだけです。高校は僕部活入ってるの、あ、帰宅部っていう部活に入ってましたけど、まあ、他の部の人たちとすごい仲良かったから、その他の部の人たちの活動をよく見てましたね。野球部もまあそうだし、まあ、バスケ部の人たちとよく仲良かったんで、なんか試合なんだよねとかもありましたし、まあ、中学の時はソフトボールがすごく強かったところだったんで、あのみんなの試合見に行ったりとかしてたので、だから僕はその部活がその大会レベルではなく、ただ普通になんかこういるだけみたいな感じだったんで、なんか本気でその打ち込んだことなかったから、友達がやっぱり本気でそう大会とかそういうのを目指す姿っていうのはなんかすごく感動はやっぱりしてましたね。だから本当にみんな応援してましたし、頑張ってね、頑張ってねみたいな、勝ったら教えてねとか、どうだったみたいなっていう話はすごくしてましたね。だからなんか自分は入ってなかったけど、いろいろ聞いてました。私はあんまりそういうスポーツを見る機会はなかったかなって感じですね。他の部とかもあんまり接点なかった。仲いい子はいたけど、そう試合見に行くとかはなかったかもしれない。一回だけ友達に誘われて野球を行ったけど、野球見に行くのが初心者すぎて帽子とか被らずに行ったから、夏で熱中症になっちゃって。私も正直あんまり触れてこなかったんですけど、まあ、部活中に聞こえてくる、外から聞こえてくるなんかテニス部の掛け声とかそういうの聞きながらやったりはしてましたね。演劇部もなんかちょっと走ったり筋トレしたりとかはあったんですけど、本当に中学の時ちょっとだけバレーボール部に入って、あ、運動向いてないなと思ってもう文系まっしぐらだったので、あんまり高校の時は触れずに来ましたね。高校の時は部活入ってなかったんですけど、高校1年生の割と入学してすぐの時に校外学習というか、あの泊まりであるんですよ、合宿みたいな。あるね。ね、そうですね。俺も行ったもん。そう、それで、割ともう入学して間もないんですけど、まあ、山に行かされて、その山で、まあ、マラソンをしたりだとか。でラグビー。そう、男子が、なんで先に言っちゃうの。ラグビーやった？やった。そのラグビー大会があって、男子はラグビーなんですよ。で、女子はなんだっけ？サッカー。女子はサッカーか。ラグビー大会みたいなのがあって、でまだこう入学して間もなくて、こう他のクラスの、ね、同級生とかも全然知らない中で、なんかもう舐められちゃいけないみたいな、もうそこでどんだけやり合えるかみたいな、もう半分だからもう T シャツ破けながら、もうちょっと半分流血しながらみたいな感じで
ラグビーやってましたね。女子がねこう見てくれてたら、女子の方が比較的先に終わるんでね。そう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 、ラグビーの方がちょっと結構なんか長いんだよね。そうそうそう、テンション上がってね、やってましたね。普通ですね。テレビでこのゆっくりと番組よく見るとかそういうこともない。これを必ず見てるっていうものは正直ないです。まあでもただそのピッてつけた時にやってたら答えちゃいますけどね。やっぱり参加したくはなりますね。クイズはそんなに得意じゃないです。知識とか勉強系はあんまりわかんないです。クイズ番組からオファーとかがあっても、いやちょっと私じゃない方がいいと思いますって、きっとチームの足を引っ張ってしまうのでって言っちゃいますね。私もそんな得意の方ではないんですけど、たまにこう番宣とかで出させていただく時とかに、とにかくこうバカに見えないようにいつも頑張ってます。そうですね、まあ役で割とこう頭が良くてこうクールな役でとかっていう役の時はまあそういう番宣クイズ番組とかは出ないようにしてます出ないようにして、マイナスプロモーションにならないように。じゃあこれからあの皆さん、中川大志さんあの積極的にクイズ番組の方にお願いいたします。なんでやねん。鉄道は好きなんで鉄道って言いたいんですけど、僕ダメダメなポンコツ実績があって、ドラマの番宣でその電車のクイズ出た時に何一つ答えられなかったから、自信喪失したんで、ちょっとやっぱ電車じゃないんだろうなって。好きなアニメとかだったらなんかこう答えられそうですけどね。漫画とか好きな漫画だったら、確かにすごいコアな問題出されるとまだ全然ダメかもしれないですけどね。漫画ならある程度いけるかも、好きな漫画だったら、読んだことなかったらもう一発アウトですけどね。私も好きな漫画だったらいけると思います。思いっきり自分のね得意分野に寄せて、寄せたやつだったら、あんま人気ないやつとかあんま読んでる人少ないやつとか。僕はそうですね、釣りが好きなので、まあ、釣り系のこう魚とか釣りのクイズとかはなんかいけそうな感じですね。生徒会長、あ、やってそう、やりたいですね。部活じゃないけど、まあ生徒会長になりたかった。だから学級委員長になったんですけどね。実際には移行したりしなかった。したかったんですけど、いや、あの先生には相談したんですよ、生徒会長になりたいって。でも君休むよねって言われて、確かにね学校にいない生徒会長まずいよね、確かにね、それは確かに迷惑かけんねって。いやでもあのでもその君の心意気はちゃんと受け取ったからありがとうって言われて、そうじゃあ学級委員長に頑張ってなりますって言って、じゃんけんで学級委員長を勝ち取りました。本当は生徒会長になりたかった。弓道部、絶対にやりますね。絶対にやりますね。やりたいです。最近考えてた質問だったので、これがもしもう一回ちゃんとできるなら何部だろうって思った時にやっぱたどり着いた答えが弓道でした。絶対にやります、うん、私は軽音楽部とか、どこだった、どれどれ、どこだった、大事だよ、どこだった、ベース、なんか楽器できるのってかっこいいじゃないですか、もうそれだけ。これからなんかやってみたいとか思わないですか？もうちょくちょくなんかあるんですよね、役でギター弾ける役とか、その時はやっぱ必死でやってますけど、あの時やってたらもっとできたのかなとかも思ったりしますね。僕は映画研究部とか、あ、思いっきりもなんかこう今の仕事に関わり、ありそうな感じ、なんか高校の時とか学生の時とかあの友達と遊びで映画を撮ったりとかしてたんで、でもそういう部活がなかったので、あったらそういうのをやってみたかったですね。なんか地方に行った時に線路あったんですよ。で、何線っすかって聞いたんですよ、そのドライバーさんに。あれはね、って言った瞬間ガーって来ました。タイミングで。どういうことですか？鉄道好きにとっては、俺がさ、ちょうど見えない、何線ですかって聞いた瞬間に来たの。なるほどね。そう、なかなかだって、確かにそんなしょっちゅう撮ってる。本数も少ないし。
その時に何センスかあれはねって言った瞬間あ来た来た来たとか言って、おおとか言ってちょうど見れたわ、タイミングは良かった。お得ですねそれ、うん、なんかタクシーに乗車して降りる時に細かいのいいよみたいな感じで言ってもらえるとあいいんですかって言いながらもありがたいなと思って。1020円そうなんかいいよもうそう何十円はもういいよみたいな、うん、とかありがとうございますって思って。えなんか本当シンプルにお得だなと思ったのはなんか宅配サービスでなんか1個買ったらもう1個無料ですよみたいなやつあるじゃないですか。なんか別にいらないのに買っちゃったりして結構お得かどうかわからないんですけど、お得に惹かれて踊らされてみたいなことはあったかな。そうですね、僕はよく行くあの近所のおじいちゃんおばあちゃんがやってるラーメン屋さんがあるんですけど、ちょっと孫のような感じで思ってくれてるのか、まあ、僕も大好きなおじいちゃんおばあちゃんなんですけど、いつも頑張ってるの見てるよみたいな、いっぱい食べなさいって言ってこうチャーハンを大盛りにしてくれて、うん、してくれるんですけども、その大盛りの、まあ、量がもうその大盛りの域を超えた大盛りで、まあ、嬉しかったんですけど、うんうん、まあ、残すわけにもいかずにありがとうねって言いながら、はい、食べて、それはまあ本当にお得でしたね、うんうん、愛情を感じました、嬉しかったですね。なんか自販機のあれ当たったことない、うん、ないないまだない数字のやつ、そう逆にあります、うん、1回あるこれも1回だけある当たるんだ、うん、あれ、ね、って思っちゃう、ね、私も、うん、当たらせないやつなのかな当たったいいな。めっちゃ楽しそうっすよ、うん、やっぱりだってお互い毎日クイズを出し合って知識を得て成長して向上心のある部活ってことですよね、うん、だから専門外のものもあるわけですから、うん、専門外のこと、あ、そうなんだっていう、別に外れても、いやでも問答無用って書いてあるんで外れることは許されないかもしれないですけど、うん、ここの部はね、だけど専門外の、ね、問題出して他 の, その人がそれ答えて、あ、そうなんだ、こんなことあるんだとかっていうのは常に勉強していけんじゃないかなと思って、なんか向上心はありますね。なんかいい部だと思います。あ、そうですね、入ってないですから我々。あ、そっか、この2人がいるビルクイズ部に飛ばされたと思っちゃった。いや、やっぱりなんかこう松本さん的には多分高杉くんがちょっと為杉先生にウハウハしてるところを見るのがあんまり好きじゃないっぽいので、それずっと見てるのしんどいかなっていうのはありますね。でも無理やり、うん、多分あ入れさせられる、だって入るよって言ってたじゃん。言ってない言ってない。甲高い声でこうやってたから私、え、入りたいじゃないの。あ、入りたいって、コマスギもいますよ。ねえ、もしかしたらここはもしかしたらなんか仲いいかもしれないけど、そうですね、あまり描かれてないですけど、そうですね、全然目合わせてくれないですね。そうですね、コマスギ一回もこの撮影で目が合ったことないですね、この二人は。多分、すぐあんまり多分嫌い、コマスギのことは嫌い、あ、苦手意識あるかもしれない。松本さん的に、え、全然嫌いじゃない、あんまりなんか何とも思ってない、何とも思ってない、まあ、すぐ辞めるかもしれないですね。入っても辞めちゃうかもしれない、うん、すぐ辞めます。顧問の亀杉先生からしたらこの2人がクイズ系に入るっていうのはどうですか、はい、いや、ぜひ入ってほしい人材だと思いますね。盛り上げてくれる高杉くんと、うん、やっぱ花が欲しいというか。でも結構部員いましたよね。確かに、意外といた。確かに結構大所帯、ね、大所帯、うん、めっちゃ勝ってるから、ね、結構にぎわってた、クイズ一級、うん、会長から、ね、高杉くんは結構クイズの感動の、うん、力になりそうですか。いや、乗れると思います。でも高杉くんって成績悪かったですよね。あの、僕あの英雄関連の質問しか答えられない。高杉、うん、
そうか。そう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 、うん、回答も1個ずれだったしね、この間。うん、ゼロ点で。すいません、長かった。ありがとうございました。ありがとうございました。